おはようございます。3月21日の朝5時になりますね。私はね、トレーダー同士で関わり合うコミュニティに入ってるんですけども、おかげさまで、ね、今年はね、ダントツでそれ一番なんですよね。というのが、今回のロシア・ウクライナ侵攻っていうのはちょっとね、不幸なことなんですけども、まあ、その中で私はね、方針をピリッと立てたんですよ。それがですね、私たった一人だけ、私はテクニカルで勝負してますんで、こうやってファンダメンタルが動きやすい、こうやってね、戦争、紛争、国際的な大きな出来事、こういう時には私はね、ポジションを持たないんですよ。ですんで、ちょっと1週間から2週間、全くエントリーできないと思います、みたいな感じでね、まあお話したんですよね。で、実際に、そうしてました。そうするとですね、他の、ね、トレーダーさんは、まあいつもテクニカルで勝ってるらしいんですけども、いや、こういう時でもテクニカルって生きているんだよって感じで、結構エントリーしたんですよね。で、いろいろ言うんですけども、私から見るとね、これは結構ズタボロになってるなと思う、そんなね、取引ばっかりでしたね。いや、はっきりは言わないんですよ。うん。だからそれが、やっぱりなって感じさせるところです。だって私は、ノーエントリーだから、無傷なんですよ。他の方は、ファンダメンタルの時に無理やりね、テクニカルを当てはめてエントリーしてるんで、多分負けてると思うんですよ。だから、勝ったとは全く言ってないんですよね。うん。そんな中で、まあ、ファンダメンタルズもね、積み重なっていくと、大体、まあ、2週間ぐらいですかね。まあ、2週間、10本、十数本溜まっていくと、それはそれでテクニカルに見えてくるんですよね。テクニカルが生きてくるんですよ。まあですんで、私は先週、これテクニカル使えるなと思ったんで、バイでエントリーをね、ガン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 押してったんですよ。で、それまで無傷ですから、結構強気にいけるんですよね。でもそれまで、ファンダメンタルの中でテクニカルを無理やり押し込めた人っていうのは多分損害が出てるんですよ。でも、行動の限界点になってるんで、ロットを抑えないといけないし、ポジションたくさん打てないしって感じで、まあ投資感覚が正確なんでそういうことになるんですけどね。上級者ですから、やっぱり。で、そうなったら、私ダントツでね、ポジションをね、いくつも追撃で取ってたもんですから、いや本当にね、すごかったなと思いますね。で、120円目指していたんですけども、119円で決済したわけでしょ。そうしたら、やっぱりこう、世界のね、名だたる投資家さん、どなたかは存じませんが、同じところで、私と同じところでポジションを決済してるんで、ヒゲがガンって下がったじゃないですか。いや、痛快でしたね、ここはね。で、その後、似たようなヒゲがまた出たんですよ。うん、それも同じです。私はエントリーはもうしてませんけども、まだね、今週から新たにポジションを取っていこうかと思います。これからますますね、120円、121円、122円の方向に、まあ、バイを向けていけば、ポジションを持っていけば負けないなと思ってます。完全にトレンド出来上がってますからね。それでは、今日も相場解説をしていきますので、まずね、週足から見ていきましょう。はい、今、週足を見ていただいてますけども、これ1本が1週間ですけども、どうでしたか？この2週間、もうズバッと上がってますよね。で、私の場合は、120円を目指したポジションが1個あって、その他はここから1週間、この1週間で取ったポジションばかりです。でも、複数のポジションを追撃で取りましたから、いや、すごい金額勝ちましたね。で、私の相場解説見てらっしゃる方も、ファンダメンタルズのね、きつい間、2月の中旬から下旬で全くポジション持ってなかったでしょ。で、3月になってきて、まあ、ここのとこですよね。うん。2月の下旬から3月の中旬かは、ポジション持たずに、ここのところですよね。特に先週の金曜日にはバイヤーエントリーが続いたんじゃないかなと思います。まあかなり勝ったというふうな報告いただいてますんでね。もう中にはね、今年だけで久保さんの相場解説で100万以上勝ちましたみたいな人がいたりとか、で、先週は40万円勝った人が3人いたとかね。いやもう相当私の相場解説で皆さん稼がせましたからね。だからロットが少なくって、ね、あんまり勝ってないと。うん、まあ、確かにピップスは稼いだけどもロットが少ないんで金額的にはそうではないけども、でも今までないような価値を見せましたよみたいな感じでね、喜んでくださった方、メールをくださった方もいますけどもね、まあ見たら一目瞭然ですよね。完全に上昇トレンドが出来上がっていて、押し目押し目でぐんぐん攻めてきてますよね。エリオットハードも1個ありましたからね、今示してるところですけど、押し目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 、すごいですね。もう完全に来ましたね。はい。というところで、次なんですけども、次の時間軸は日足ですね。日足をご覧いただいて、ちょっと待って、これ、ずれてますね、これね。すいません。はい。日足をご覧いただいて、日足も同じです。うん。まあ、ブレイクするポイントといえばこういうとこですよね。こっからは入れたと思うんですよ。動画でもお話しましたしね。ズバーっと抜けていったでしょ。で、私は120円までの長期のポジションを持っていまして、先日決済しましたけどね、119円超えて。
だから決済するときはね、やっぱ半歩前とか一歩前でちょうどいいと思いますよ。ポジションをたくさん持ったんで、目標金額は大きくクリアしましたね。はい、じゃあ次4時間です。全部ね、こう動きが本当同じですよ。4時間の場合はここもお示ししましたね。ここね、ほら力点が揃ってるでしょ。ここ、ここの頭とここの頭だから、ここのグニョグニョしてるところでエントリーするわけですよ。そうするとこの距離が取れるわけですよね。でここで下がっても気にしないですよ、おしめなんで。全然ほら、だからチャートを見て後から線が引けて、後からストーリーをちゃんとね、後付けできることも大事ですよ。まずはこっからですよ。それができるようになってから、じゃあ将来どういくのかなってことが、線が引けるかどうかですからね。じゃあ1時間見てみましょうか。はい、1時間ね。1時間で大きなテーマになったのはこのヒゲです。だからいつも勝ってる上級投資家さんはここでみんな決済してるんですよ。だから大きなヒゲが出てるでしょ。119円を突破した瞬間にみんなで決済してるわけですよ。だからこれが勝ってる人の集まりですよ、このヒゲが。で同じように、これは上級者のポジションですけども、今度中級者の方がそれを真似してね、ここでポジションを組んでるでしょ。だから上ヒゲを2回出してるわけですよ。でそっから値段は落ちていくと。だって初心者しか残ってないからね。あとは中級者の方はこの辺りからエントリーしてここを取ったって感じじゃないですか。でここにもやっぱ上級者があれですよ、利確したところがあるんでヒゲになってるわけですよ。バターン同じですよ。まあこれを今回ヒゲのこととね、あとおしめのことをお話しする絶好の機会になりましたね、今回はね。いいなあ。まあでもそのショート動画も撮りましたけども、今回は特にね、メッセージ多かったです。12、3件いただいたんじゃないかな。12、3件メッセージいただいて、ほとんどが見ていたから勝てましたっていうことですよね。1人あれですよ、これを機会に入塾しますっていうね、人がいましたけどもね。まあで同じパターンですよ、これ。同じパターンなんですよ。だから FX ずーっとやってて勝てないってことはやってないんですよ、それは。だから私がチェックしますんでね、もし希望でしたら。でやってるのかやってないのか私が見れば分かりますから。これで勝てない、今週これで勝てなかったんで、ね、ここまで私、ある人のメールにもありましたけども、下3桁までね、119円の何々何で下3桁まで言ってるでしょ。でそこでブレイクアウトですよって言ってるのに、エントリーしなければ勝てませんからね。うん、もちろん私も絶対じゃないですよ、仮説なんで外れることもありますけども、ほとんど外れないでしょ。もう相場がだからそういうもんなんですよ。ほとんどの場合がテクニカルはこうなるよってことを教えてくれてるんですよ。でしかもそのテクニカルでこうなるよっていうのをいくつか組み合わさった時に、私は値段の下3桁まで行くんですよ。でいくつか組み合わさってない、若干自信のない時は第2仮説第3仮説まで立てるでしょそういうことですよね。分かってくださいよ、これは本当にね。私の相場解説見てる人も減りましたけども、やっぱ負ければ退場していくと思いますけども、勝ってる人はずっと残っていくと思いますけども、実は逆ですよ。勝てるようになったら自分の力をつけて、もう私の相場解説が必要なくなってください。で勝てない人はずっと私から学び続けないと。やっぱりね、誰から学んでもね、正しいことを言ってるんだったら一緒ですから、ね、正しくないことを言ってる人が複数いるから誰についていけばいいんですかってことですからね。ね、エントリーポイント下3桁まで言ってる人いますかってことですよ。これで勝てなかったらもうどうしようもないですよ。カンニングしてるのもんですからね。はい、じゃあ今回は以上です。いってらっしゃい。